じゃあまずはグループの方にもシェアしようかな。よし。はい、それではですね、第10回ね、気まぐれライブ配信始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、始めていきたいと思いますけど、お、渡辺さんこんにちはね、まあね、気楽な感じで始めていきたいと思います。じゃあですね、今日のテーマはね、そんな自分かなっていうテーマをね、今日は深めていきたいなと思っております。ね、深めていくんですけど、これみんな聞いてどうなんでしょうね。何を感じるんでしょうかね。これを、このテーマを選んだきっかけは、この質問を自分に対して、お、アスカこんにちは。ね、この質問を自分に対して、お、福ちゃんこんにちは。ね、自分にすることによって、自分が成長してきた。お、谷沢さんこんにちは。ね、の、最近すごく実感していて、お、じゅんじゅんって言ってくれてますね。ありがとうございます。いつもアスカね。ね、まあ、成長したのはこれなんじゃないかって思ったんです。あ、佐藤さん、こんにちは。ね。あ、運転さんから聞いてるんですね。運転気をつけてくださいね。録画されてるからね、そう、無理して聞かなくてもね、後でも聞けますからね。はい、そんな感じでね、やっていきたいと思いますけど、例えばね、昨日のテーマともつながるところはあると思うんですけど、人にこうした方がいいよとか、あ、した方がいいよって言いたくなることってあると思うんです。それは優しさから来てるかもしれないし、ね、お、大城さんこんにちは。ね、まあ、いろんな思いからね、生まれてるとは思うんです。ね。その時に、それができている自分なのかな、とか、ね、逆の立場で聞いてみるというか、自分が言われたら、どうすればそれできるかな、って、ね、思うんですね。例えば、こう、そうだな、自分ができないのに、何々しなさいみたいな、言ってるのって、あなたがやればいいじゃないですかって話になるじゃないですか、これ。ね、立場が対等とするなら、説得力ないじゃないですか。ね、自分が最低限できていて、で、私だけじゃなくて、あなたにもできるようになってほしい。そんな優しさから、出てる言葉だったら相手は受け取りやすいんじゃないかなって思うんですね。ね、思うんですけど、それが、なんていうかな、自分だってある程度はできるところもあると思うんですよ。でもここの位置よりもう一段上、もう二段上にできるようになる努力を自分はしてるかなっていう問いを私は自分にします。それを成長し続けることをやってない人が人に成長しなさいとか人って変われるんだよっていうのって多少無責任だと私は感じるんですね。まあ言葉は悪いかもしれないですけどね。私の捉え方としては。そういうふうに感じるので、最低限自分は
できる限りやっているっていう上で言った方が、まあまず優しいだろうなとは思いますし、それってその人が日々ね、それについて努力をされているのか、何かにチャレンジしているのかはわかりませんけど、その、そのやっているかやってないぐらいのことは、聞いた人はわかると思うんですね。あ、森ちゃんこんばんは。ね、思うんですよ。でもそれって、あなたやってないですよねみたいなのって言いづらいじゃないですか、そんなのね。で、言いづらいので、人はこれ優しさだと思うんですよ。でも言わないので、その人に成長がないわけですよ。っていうループが始まると、何も変わらない一年がね、始まってくるんじゃないかなと思うんですね。あ、ひろちゃんこんにちは。ね。そういうふうに思っていて、いかに自分が成長するために、日々何をやっているのか。今の現状で満足することなく、渡辺さん、こんにちは。ね、日々どんな工夫をしているのかが、もう声に出るんじゃないかなって個人的には思うんですね。これが、人間が持つ力だと思うんですね。この人なんか自信ありそうだなとか、この人多分自信なさそうだなみたいなのって、ちょっと話してみれば、わかる気がするんです、私は。お、足立さん、こんにちは。ね。わかる気がするんですね、私はね。わかるんじゃないかなって、個人的には思います。なので、人に何かを言う暇があったらですね、なんかね、自分がさらに良くなるために、より成長するために何ができるのかを探した方がいいし、やった方がいいと思うんです。圭介さんこんにちは。ね。なんかそんな気がするんですよ。ね。それがなんか時間の使い方というか、ね。それが、人のためになると思うんですね。その人が実際にやってみて、ね、うまくいったりいかなかったりすると思うんです。物事ってね、100% 全部うまくいくなんてことはないわけですよ。ね、確率論的に言ってもちょっとおかしい。ただ、それをやり続けた先に絶対できるはありますよ。あ、大石さん、こんにちは。ね、やり続けた先にゴール、できるはあるかもしれない。途中の道はこうね、こうガタガタだったりするじゃないですか。ね、自転車だって最初は転ぶじゃないですか。痛い思いもして。でも諦めずに何回も何回もね、日が暮れるまで練習して、いつの間にか乗れるようになってね、行くんじゃないかなと思うんですね。それがこう、今を作り出している力になるというか、ね、まだ自転車に乗れないのに、ちょっとはなんかちょっとバランスが取れるみたいな。小笠原さん、こんにちは。ね、なったからといって、こうやってバランス取るんだよって、いちいち教えに行かなくていいじゃないですか。ね、別に。まあ、それは少し役に立つとは思うんですけど、まず乗れるようになろうよ。って思うんです、私は。ね、そうなってから、どうしたら乗れんのって、聞いてくる人が現れます。その人に渡してあげる。おさちゃんこんにちは。ね、渡してあげることが、本当の優しさなんだろうなと思うし、その人しか持ってない実践値があると思うんですね。実際やってみて、こうなったんですよ。ああなったんですよ。こんなうまくいかなかったことがあったけども、でもこうしたらめちゃくちゃうまくいったんですよと。そこには説得力があるじゃないですか。なぜ、たくさんの失敗の上に
できた成功例だから、それをちゃんと整理して置いておく、言葉にしておく、言葉にできるようにしておく、ことが私にとっては優しさだと思ってます。なので自分に対して人の何だかな、自分はどうなのっていう質問をなんかこうね、自分にしてみたら、当事者としてですね、感じると人の成長って加速するんじゃないかなって思うんですよ。ね、思うんですけど、やり方って無限にあると思うんですよね。こうなりたい夢があるとするじゃないですか。そうなる道なんて1個や2個じゃないですから、いくらでも道はあるんですよ。でもその人が満足してですよ、まあ、この道で行くんだろうなみたいなね、あまり努力もなんかもうできるから大丈夫ですよみたいになっちゃったら、逆にこの教えてほしいっていう人ってこれそもそも現れるでしょうかね、これね。お、富田さんこんにちはね。でこれを教えに行きたいし教えたい気持ちもわかります。すごいわかるんですけど、この教えてほしい人も現れると思うんですけど、教えてほしい人がいるということは、少なくとも教えてほしい人はこの人の成長を必ず願ってます。教えてくれる人がどんどん成長する姿を見せることの方が学びなんですね、聞いてる人とってはね。あ、西口さんこんにちはね、学びだと思うんですよね。そういうふうに思うので、なんかこう自分が成長することがすでにその人の役に立つんだって私の中で思ってるんですよ。だからわざわざ教えに行かなくてもいいなっていうね、のこう最近ですけどね、順次教えたい人なんですよ、すごいね、すごい教えたくて、困ってる人がいたらね、ほっとけない人なんですね、私はね。ほっとけない人なんですけど、で、うまくいくように教えに行くわけですよね。ね。それって、今持ってる現在地からしか話せないですよね。だって、その教える時間がですよ。多くなれば多くなるほどですよ。自分の成長で止まるからです。もちろん教えていいです。ただ割合は考えた方がいいと思うんです。ね、ずっと人に教えてるって人って自分の学びってできますかね、これね。自分の成長を促すための学びだったり、人に会いに行くだったり、ね、いろんな学びあると思うんですよね。それがどうしても減りますよね。もちろん学んだことをアウトプットしているから循環はしてるんでしょうけども、その割合を無視して振り切ってしまうと教えることにね、ある意味停滞していることにもなりかねませんよね、これね、って感じるんですね。かといって全く教えないのはどうかなって思うからね、アウトプットした方がですね、自分の理解も深まったりとかねするので、もちろん出すのはいいと思うんですよね。でも教えてほしいって言ってないのに教えていくのはどうなのかなみたいなのはやっぱ思うからね、そこはなんかね、何が正解とかはないですけど、なんかバランスがあるといいなっていうふうには感じてるんですね。で、そうだな、どうだろうな、皆さんって今見てる方でいいですけど、インプットと
アウトプットのバランスってどんな感じなんですかね、皆さんね。何対、感覚でいいですよ。何対何だと思います？帰ってくるのかな、これな。まあここね、ジュンジュンの感覚で、私のね、今の現在地と、インプット3で、お、柴田さん、こんにちは。私はね、インプット3で、アウトプット7ぐらいだと思います。私はね、ね、それくらいだと思うんですけど、まあ、順次にとってのインプットって何かというと、ね、まあ、本を読むがありますよね。本を読む。私、毎月ね、50冊ぐらいは本は読むので、ね、それは、インプットだなと思います。ね。で、あとは、人に会いに行くですね。まあ、今度ね、6月8日、いいですね。太郎ちゃんとね、ショーのコラボ講演会。あ、しばちゃんね、考えたことないですよね。こんなのね。これ、感覚値なので、なんとなくでいいでと、いいと思いますよ。出してる量が多いのか、入れてる量が多いと思うのか。あ、こんにちは。ね、なんかそういうのもね、自分はこうだなっていうのをしばちゃんも出してみて、で、もし何かね、違和感があったらですね、自分で変えてみるといいですよ。ね、もうちょっとアウトプットする場が欲しいなって思ったら、アウトプットしてみればいいし、それがね、ブログかもしれないし、まあ、こういうふうにね、ライブ配信でもいいと思うんですよ。あ、そうですね。よろしくお願いします。順々行きますからね。ショーのコラボ講演会。ね、私、ボラスタで参加するんですね。ね、参加するので、そこでね、人と出会うことによって大きな学びになるんですよ。自分の知らない人と話すことって、私にとってはすごい学びなんですね。私は知らないことを知れるわけじゃないですか。その人と話すことによってですよ。ね。そうすると私にとっては学びなので、これ読書と同じですよね。知らないことを知るのが学びなので、ね。それはインプットですよね。ね。そこで、インプットされたものをアウトプットする。人に話すとか、聞いたことを活かすとかね。とかを、実際やってみるわけですね、これ。ね。こうしたらうまくいくかもしれないよっていう話を聞いたら、やってみるわけです。これ、何を言うね、聞くか分かんないじゃないですか。ね。例えば、この前のスピーチ。スピーチアワードって名古屋であったんですけどね。で、そこで、筆ペン書くといいですよっていう話があったんですよ。ね。例えばメモするじゃないですか、セミナーとか行ってね。で、メモはするんだけど、そのメモって、意外と見返さなかったりするわけですね。書くのは書いてあるんだけど。ね。するとなんかね、どっかにしまい込んでですね、これ何のメモかなみたいな感じになっちゃうから、筆ペンで書くと書きにくいからね。なんせね。大事なことだけ、重要なポイントだけ書く。と、いいし、筆ペンって太いから、パッと見た時の一覧性が違うんですね。で、思い出しやすいんですよ。文字が太いんでね。それを、今、順々実践しててですね、すごく、いいなと思ってるんですよ、私。ね。書くのはやってたんですけど、フリクションで書いてたんですよ、私ね。書いてたんですけど、それを、はい、ふさちゃんありがとうございます。ね、ありがとうございます。こちらこそね、参加させてくれることが嬉しいですからね。ね、なんか、見返さないですよね、メモってね。
なので、いっぱい書いてもあんま意味ないってことですね。ね。うん。で、見てもよくわかんないんですよ。ね。それを、聞いて、実際やってみたんですね、私ね。したら、書くとですね、なんていうのかな。覚えられる？うん。うん。のをすごい思うんですね。あ、これ大事ってことしか書いてないもんだから、ね。それを見たら、あ、そうだったって。すごくこう、頭の中に鮮明に残るんですね。うん。で、それを見ると、例えば夢を書いたりすることってあるでしょ？ね。カモさんはね、夢10個、ね、絶対叶える、実現する夢を10個書いてて、叶ったら消してまた書くんだっていう話を前ね、聞いたことがあるんですけど、ね、それをフリクションで書くのか、筆ペンで書くのかでは、夢への、なんていうかな、あ、これやるんだったっていう思い出す、称号のスピードが違う気がするんですね。うん。まあ、落読では打ち込むという言い方をしますけど、ね、時に筆ペンですごい有効だなって思ったんですね。自分はこんな夢を叶えるんだっていうのを一回筆ペンで書いてですよ。それをただ見続けるだけで、思い出せるなら、それも強く思い出せるとしたら叶う気がしません？筆ペンとか100均で売ってますからね。ね。ってなったら、すごい、私は安いと思うし、うん。これって、やってなかったら言えないんですよね、これ。やってなかったら私言わない。ライブ配信でも、どこでも。多分言わないですね。本当の意味では知らないから。まずは自分でやってみて、体感でいいなと思って、自分なりにこういういいところがあったよと伝えられる。これがアウトプットなんですね。聞いたことを右から左にスライドすることをアウトプットとは私は言わないんですよ。ね、それがこれ私のアウトプットの多分定義だと思います。ね、前提みたいなもの。だと思っていてね。うん。で、それが、私はそうやってやってるんですけどね。うん。で、これを、その体感をですね、ね、うちのね、仲間にね、伝えたときに、あ、それいいね、となってですね、筆ペンを使う人が一人生まれたんですね。この一人が生まれるのが、話す、アウトプットすることの価値だと思うんですね。それだったらできそうだ。僕もやってみよう。っていうことが、こう繋がってますよね。その人がスピーチしたことによって、私は受け取り、実際にやってみて、本当にこれはいい。そう思ったから、人に伝える。その人も、これはいい。と思ってやってくれてるんですね。こうやって、つながっていくんですよ。そこってやっぱりやってみる、やった実践値を伝えているから人に響くんじゃないかなってじゅんじゅんは思います。なのでね、まあ、セミナーとは言いませんけど、だけじゃないですけど、田島さんこんにちは。ね、ね、まずは何かをインプットしたら全部やらなくていいので一個でいいです。あ、みゆきこんにちは。ね、一個でいいです。まずやってみましょう。その上でそれはどうなったのか。うん、こんにちは、みゆきね。いつもありがとうございますね、見てくれてね。うん。まあ、やってみて、
こうこうこうだったよというのを整理して持っとくんですよ。ね、そうすることによっていやーなんか忘れっぽいんですよね私とか、なんかねそういうこと話を聞いた時に、ねこの前ねこういうスピーチ聞いてさみたいなね、筆ペンで書くとね忘れにくくなるんだよみたいなね、脳になんか残る感じがするんだよねって、よかったらやってみてって、100均でも筆ペン売ってるからねって言われたら、もしかしたらやってみたいと思うかもしれないじゃないですかね、思うかもしれないし思わないかもしれないでもその人は少なくとも記憶力なんとかしたいって思ってるはずなんですね。ね、それはその人が選ぶことなので、ね、こちらが決めることではないですけど、ね、お、やす、こんにちは。ね、こっちが決めることじゃないですけど、その人の選択肢を、増やしてあげることって、私は優しさだと思うんですね。そのために、日々どれだけ準備できてるか、日々どれだけ、トライしているかが、プレゼントできる、ことが増えるんじゃないかなって思うし、それがこう渡すことによってですね、その人が受け取り、その人が実際やってみて人生が少しでもですね豊かになったら、そんな嬉しいことってないじゃないですか。別にね、お金やどうこうじゃないと思うんですね。人が喜んでるのが嬉しい。人に貢献して、ね、その人が喜んでくれたら嬉しいはずなんです。ね。そこだけ見てればですね、なんかすごいいいなって、個人的には思ってます。ね、思ってるんですけどね。そんな風にこう日々やってることがやっぱり出るんですよね、に思ってるんですけど、これで日々ねできてないからってダメっていうわけじゃないと思うんですね。これ私順次の趣味だと思うんですね、これね個人的にはね、これが私が好きなんですよね。その人がその人の人生が少しでも豊かになるために時間を使いたい人なんです。そのために多くの量のインプットをして、それをスピード感を持ってアウトプットするのが大好きなんです。で結果うまくいったこと、うまくいくこともあればいかないこともあります。これをちゃんと分けておく、整理しておくってことが人の役に立つからです。それがじゅんじゅんは大好きなんですね。それがね、それがやりたい。で、人には成功パターンがね、これうまくいったよ、あれうまくいったよって言っても合う合わないがありますね。私これ合わないんだよねとね、やっぱこう合う合わないはあると思うんですね。ね、思うんですけど、例えばこのライブ配信にとってもですね、私はこれ苦じゃないんですよ、全然。別にね、そんな緊張もしないし、私今何も考えてないので、ネタもシナリオも何にもないんですね。でもなんとなく喋れるんですよ、私。なので、何も苦じゃないんですけど、これ苦手な人もいますよね。私が見てるのは自分の顔しか見えないので、これ1年前の順じゃちょっと考えられないですけどね。これは無理だったね、こういうの昔はね。でも今はもう全然余裕なんですね。なんですけど、その時のタイミングっていうのもあるかなとは思うんですけどね。その人が今やってみようと思える選択肢を増やして、それ筆ペンとかだったら100均って言われたら別にできなくないでしょ、やってみようかなみたいなね、家に筆ペンなかったかなみたいな、そういうあったなとか言ってね、やってみることはできるかもしれないじゃないですかね。
筆ペンってこんな風なあの書き心地なんだねって思い出すだけでも違うと思うしね。おさとみーくんっていうの？うん、こんにちは。うん、ね、はい、よろしくお願いしますね。そうやって思うんですけどね。そうだな。なんかね、まあ、取り留めない感じで話してるんですけど、そうだな、やってみようって思うことがやっぱりこうつながっていくんだなっていうふうに思うので、そのためのやっぱ実践だと思うんですね。自分でやってみるね、ことがすごい大事だなって思ってるんですね。思ってて、でこれジュンジュンだけなのかな、特徴なのかな、よくわかんないですけど、私って結構ね、その人を見たらですね、いろいろ気づくことがいっぱいあるんですね。わざわざ聞かなくったっていろいろわかることがあるんですね、感じることがあってですね、これもしかしたら私元ガラス職人なので20年やってたんですけどね、やってたので職人の世界でね、教えてくれないんですよ、全然ね、教えてくれないですよね。そんなの目で盗めて言われる世界なので、聞かないことがだいぶ入ってるんですね、私なんかね。聞いても教えてくれないがどうも入ってるっぽくて、で目で盗むようになりました。なのでその人の、立ち振る舞いだとか話し方だったりとか、いろんなことですね。あ、そうなのね。SNS はおさと楽読関係みーくんですからね。あ、みーくんはもう楽読やってるんだね。なるほどね。なるほど、了解です。意味が分かりました。やっとね。みーくんよろしくお願いしますね。そういうふうにね、そうだな、何の話でしたっけ。なんかね、何の話か分かんなくなったけど、やってみる でしたっけ、やってみる、なんかね、そんな感じでこうやってみるといいなと思うんですね。ね、飛ぶね。そうだな、じゃあ話を変えてですね、テーマからいくと、自分はどうなのっていうところ、っていうところでお話をすると、そうだな、要はどれだけ実践できてるかなんじゃないかなって。あ、そっかそっか、見たらわかる。そう、見たらわかるんですよ、私。見たらね、どうも情報が多くていっぱいあるんですね。なんだろうな、これね、私がね、楽読インストラクターになってね、ね、あるよね、こう見てね、自分でやってみて失敗して学べっていうね、仕事哲学的なのは確かにありますよね。職人露骨ですからね、本当ね、全然教えてくれないかった思い出があるんですけどね。で、これね、インストラクターになってね、これネタですけど、私ね、インストラクターになって初めてお話し会したんですよ。去年の5月1日にインストラクターになってるんですよ、私ね。お、山田さん、こんにちは。ね、インストラクターになってるんですけど、で、そこからすぐね、じゅんじゅんのインストラクター記念お話し会みたいなのやったんですよ。ね。やってですね、こうやって見たら少しわかるんですよっていう話をしたんですね。したらですね、私、その参加者の中で、私は初めましての人がですね、初めて参加された方がですね、私話したこともないし、今日初めて見ましたよという人が、私に、見たらわかるんですよねと、私はどう見えますかって聞かれました。で、私が、一つ前置きだけしてですね、傷つかないでくださいねと言いました。で、その見たままをそのまま伝えたんですね。
うん、あ、菩薩ちゃんも、あのね、天の声がね、降りてきたのかもしれないですね。うん、あの、菩薩ちゃんもね、ぜひ、記念お話し会、やりましょうね。順々参加しますからね。はい、ぜひ、やりましょうね。で、やったんですね。で、そのまま傷つかないでくださいねって言って、そのままね、お伝えしたらですね、私より私のこと知ってますねって言われたんですよ。で、一人目がそんな感じだったんですね。で、二人、三人、四人ぐらいだったかな。それぐらい、初めましての人に連続でですね、私はどう見えるんですか、私はどう見えるんですかって繋いでいったんですね。で、私なりの解釈で言いました。全部ね。ね、私より、私を知ってますねと。口を揃えて言いました。それが今から1年前ですね。で、なってるので、もちろんその人全体像ではないとは思うんですけど、そういう部分もありますよねっていう話です。ね。それぐらいこう、なんていうかな。見えるというか、感じる力があるんだと思うんですよね。うん。で、それを、これなんでこの話をするかというと、自分に対してもそれができるからです、私。あなたはこうなっていますよね。っていうことが人に対して見えるということ、今感じるということは、自分に対してもこうなってますよね。がわかるんですよ。ね、わかると、それでいいのってなるわけですね。そんな自分でいいのみたいなね。いや、もっと成長したいですよ、みたいな。ありがとうございます。おさちゃんが褒められて嬉しいですね。なんかね、うん。ぐらい、こう、ね、自分に対してもそれがね、感じるというかね、思うので、それを、自分にできるので、やるべきこと、うん、こうしたら成長できるかもしれないとか、これを実験してみようとか、あれもやってみよう、これもやってみようっていうことがいっぱいあるんですよ、私。アイデアマンなんですよ、私ね。うん、その現状だったら、私だったらこうするを自分に人体実験してるんですね。そんなような、人なんですけど、うん、それくらい、こう、なんていうのかな、うん、思ってることが、感じてることがいっぱいあって、アイデアもいっぱいあるもんだから、うん、これやりたくなるわけですね。うん。なので、私って質問が下手なんですよ。聞くことがないんですよ。何か、自由に質問していいんだよって言われても、質問以前に感じてることが多すぎて、もうやりたくなっちゃうんですね。うん。なので、質問することがあんまりないんですね。うん。だって、これの実験さえすれば、うまくいくかもしれないってアイデアをいっぱい持ってるわけだから、うん。それをやらずしてですよ。これどうしたらいいですかねって言ってもね、ちょっとよくわからないというか。なんかそんな感覚なんですよ、私ね。うん。ぐらい、なんか感じる力が、とも持ってるみたいでね。うん。これ、まあね、ガラス職人っていう環境がね、作り出したのかもしれないですね。うん。ぐらいね、なんか、なんかね、そういう力があるなっていうふうには、思うんですね。だからずっと昔からなんですよね。実際、やってみないとわからないというか、実験してみようぜ、みたいな。持ってるのはね、ずっとそれを、あ、柴田さんこんにちは、久しぶりですね、実際こう試してみることをこう繰り返してるとですね、やっぱりそれが人の役に立つっていうことってこうねっていうのをこうね日々実感してるんですよね。うん、まあ、話のネタにもなりますしね、プレゼントを渡す形にもなるかもしれないしね、うん、経験談かもしれないしね、うん、
それだけの量をやってくる。やっぱ量ってすごいことだと私は思うんですね。うん、継続する。うん、多分この人体実験は多分子供の時から多分下手すと始まってるから、ずっとやってきたんですよ私。うん、だからね、なんかなんかそういうのやめたことないなみたいなね、ふうになんかこう思ってですね、まあ一種の才能なんでしょうねこれね。うんうん、あ、後藤さんこんにちはね。そういうふうに思ってて、でもなんか人ってないものねだりなところあるじゃないですかね。なので質問する人ってすごいかっこよく見えるんですね、私ね。こう、すごいこう、質問することによって、その人が本当にね、質問してるんだとは思うんですけど、その質問をすることによって、答えた人がですね、その人にももちろん渡るけど、その周りにいる人たちが聞くことによってですね、その周りの人のためになるんですよ、質問って。それを目の当たりにしたときに、いや質問っていいなって思ってね、人のためになってんなみたいなね思うんですよ。でもなんかね、私の中ではこうあんまり湧いてこないというかね、わからないことはもちろんあるんですけど、聞くことがあんまりないですね。アイデアしかないから、うん、まあ、やってみないとこれわかんないなみたいな感じになっちゃうんですね、私はね。なので、これもしかしたら役割かもしれないですけど、質問できる才能が持ってる人はですね、もうバンバン質問してですね、みんなの気づきのきっかけにすごくなってると私は思っているので、うん、それもなんかこうね、アウトプットなのかなとは思うんですね。私はね、質問できる力持ってるわけだからね、これするといいなって。みんなの役に立つしね、プレゼント渡せる環境になりますよね、うん、そういうなんかこう生かし方あるのかなっていうふうに思います。うん、じゃあね、そろそろね45分ぐらい経ってきたんでね、ぼちぼちねまとめていきたいと思いますけどね。うん、今日のテーマはそんな自分なのというテーマでね、今日はね深めていきましたけどもね、そんな質問をですね人に言う前にね、まずは自分ができるようになろう、まずは実験をしてみよう。あ、カムラさんこんにちはね。まずは自分が実験してみよう、そして実験してどうなったのかをちゃんと整理して持っておこう。お、太郎ちゃんこんにちはね。持っておこうね。それを持っていくことによって、ヤッホーこんにちは。うん、ね、思うわけですね。持ってですね、それをちゃんとストックすることによって、何かね、教えてほしいっていう人がに渡せる状態にしておく。あ、そうなんですね。あ、そうなんだね。うん、面白い。うん、ね、そんな感じでね、渡せる状態にしておくってことが、どれだけ人の役に立つのかはすごい、順々の中ではすごく実感しているので、ね、実際やってみて、その結果って意外とこう整理できてなかったりするんですよ。うん、いろいろやったけど、うん、ね、またです、太郎ちゃんね。またコラボライブやりましょう。ね、うん、ね、すごい役に立つと思うんですね。でもこれがね、いっぱい やりすぎちゃうと、自分の中でね、整理できてなかったりするんですね。結果こうなったんだけど、まあ、多々あるかなと思うんでね。何か人体実験をした時ですね、実際やってみる時はですね、どうなったのかを自分なりに分析する癖を持つといいなと思います。
すると、自分を分析する癖が持つとですね、人に渡しやすくなりますし、自分を生かすことにもつながるんじゃないかなと思うんですね。うん。で、そんな自分になるために、まずは実験ということでね、自分でまずはやってみよう。わざわざこっちから教えに行かなくていい。ね。と私は思います。まずやることが先。そして自分の中で整理して、で、渡しやすい状態にする。それを数多く持ってたら、人の役に立つ人間に少しでも、ね、近づけていくんじゃないかなって思います。そんな日々をどれだけ続けられるか、継続できるかですよ、これ。やめずにずっとやってる人と、ね、たまにやる人では、重みが違うと思うんですね。重みというか、深さが違うんじゃないかなって思うんですね。うん。続けてる人の深さには、1日2日やっただけでは、とてもじゃないけど、追いつけないので、うん。これは得意分野、じゃないかもしれないんですけど、みんながみんなね、思うかもしれないんですけど、なんかね、やってみる、興味があるところだけでいいと思うんですね。お、田中さん、こんにちは。ね、興味ある分野だけでいいと思うので、何かまず一つのトライからね、始めてみるとですね、いいかなと思います。肩の力抜いてね、リラックスしながらね、一個だけやってみようみたいなね、ね、感じでスタートすると、あ、ヒーロー、こんにちは。ね、すべてのスタートはね、ファーストステップは小さい方がいいので、ね、考えるよりはやってみた方が早いです。ね、ね、そんな風に思うんでね、まあ、気軽な気持ちでね、結果最終的には人の役に立つので、まずはやってみて、ね。そこからね、動くと、なんかね、そうやってやってみるとね、いいかなと思います。はい、そんな感じで今日はね、突然ですけどね、こんな感じで終わっていきたいと思います。今日は見てくれてありがとうございました。うん、はい、皆さん。ただね、今日もまだね、半分ですからね、今日も一日さらに楽しんでいってください。じゃあまた、またです。バイバーイ。